はい、どうも、レオタフトボーです。今日は素敵なゲストをお招きしました、林亮平選手です。よろしくお願いします。ここで林亮平元選手について紹介します。東京ヴェルディや柏レイソルなど数多くの J リーグのクラブを渡り歩き、通算300試合67ゴールを挙げたストライカー。2020年11月にザスパ草津群馬で現役を引退。今回2021年1月15日に自身初の著書、 J リーガーが海外サッカーのヤバい話を教えますを出版するということで、このレオザフットボール TV へ初出演してくれました。林さん、はい、今回ですね、こちらの本を出版されたということで、はい、J リーガーが海外サッカーのやばい話を教えますというわけで、はい、こちら読ませていただきました。ありがとうございます。こちらは初ですか？そうです、初めてです。あ、そうですね、はい、いや、これなんかいい意味でですよ、はい、全然選手が書いた感じないですね。ありがとうございます。なんか本当サッカーオタクが、はい、書いて、その人が選手だったからより一層深く教えられるみたいな感じですよね。そうですね、それはありがたい。本当に、はい、なんかこれからちょっとこの話をさせていただくんですけど、はい、なんかね、ちょっと最初皆さんクリックした人は、はい、なんかあれ宣伝の動画かいって思っちゃったかもしれないですけど、はい、ちょっとそれはこの後の、はい、なんかこう内容っていうか2人のトーク見てちょっと判断してほしいですね、はいはい、今回林さん、はい、いろんな YouTuber いる中でなんで僕言ってくれたんですか？そうですね、まあ、はい、YouTube をよく拝見してましたし、はい、まあ海外サッカーの知識も豊富ですし、あ、ありがとうございます。まあ海外サッカーを愛する仲間として、はい、一度ちょっとお会いして話したかった。ありがとうございます。林選手はあれですか？この誰をこの動きというかオブザボールを参考にしてあって、はい、一番この選手だったみたいなあるんですか現地で？まあそれはたくさんいますけど、まあ例えばインモービレとかで、はい、であったりとか、もうそういう動き系だとそういう得点に特化する選手を見ていたり、うん、まあ好きな選手はズラタン・イブラヒモビッチなので。はい、今はすごいミランを追っかけて見てます。あ、そうなんですね、はい、これミランとかって、はい、イブラがいる時といない時で結構サッカー変わるじゃないですか。そうですね。あれでも成立してるのって林さんから見てどういうところですか？普通あんだけフォワードのタイプ違ったらチームもやりにくいと思うんですけど、はい、でも、まあ、チームとして多分やることがフィオーリのサッカーでしっかりはっきりしているので、うん、はい、多分ズラタンがいなくてもそのズラタンがいない時用のサッカーで作ってたりであったり、うん、逆にズラタンが入った時にはズラタンをうまく活かすようなやり方っていうのが多分ちゃんと構築できてると思うので、はい、うまくいってると思います。あ、そうなんですね。いや、なんかミランで僕ピオリの、まあ、イメージ変わったまで言えないですけど、ここまですごい監督だったのかなみたいな。そうですよね、最初の方あんまり結果出なくて、はい、結構叩かれてたので僕もどうなるかなと思ってたんですけど、はい、今はもうなんかすごい名将みたいな雰囲気です。結構たくさん見てる林さんからして、はい、まだ話題になってないけど、はい、この監督いいなみたいなって言います？そうですね、まあでもたくさんいて、まあ、サスオーロの今デゼルビとかはすごいポジショナルプレーで面白いサッカーをしてるなと思います、はいはいはい、なんかセリアで、はい、まあ、僕全部見てるわけじゃないですけど、珍、はい、しいというかサイドバック入って、はいはいはい、中入ってセンターバックからウイングへのコース作ってみたいな、そうですね、はい、なんかああいうのとかをちゃんと相手のまあ格上っていうか相手のレベルが高くてもボール持ってやろうとしますよね、はい、うん、そうですね、まあ、一貫してやりたいサッカーをしっかり貫き通してるっていう意味ではすごいデゼルビー面白いと思いますし、まあ、すごいこれからが楽しみなチームですよね。結構あれですか、アイさんいろんなチーム行かれてますけど、はい、日本でもそういう風にボール持つときにこう形を作ろうとしてる監督とか会われました？はい、まあそれはもうロティーナ監督の時はもう本当にポジショナルプレーでもう何もかも新鮮で、はい、もう練習からすごい面白かったですね。なんかこう自分が思ってたサッカー感変えられた言葉とか指導とかあります？こう思ってたらロティーナ監督にはこう言われたみたいな。でもそうですね、まあロティーナ監督はどちらかというと守備のことを言って、はい、その下についてるイバンコーチがすごいしっかりポジショナルプレーについてしっかり話しますし、どちらかというとしっかりポジションを守れっていうことを常に言ってるんで、それはすごい新鮮でしたね。動きすぎるなみたいな、はい、ポジションを守るっていうことはしっかりやってました、ね、あ、じゃあやっぱりちゃんと正解っていうかちゃんとチームとしてこの方程式あるから、はい、こっちの方向に行くんだってチームとして決まってるって感じなんですね。それは間違いなくあると思う。やっぱその方がやりやすいですか？はい、まあ結局サッカーって判断の連続だと思うんですけど、はい、その判断を考える時間がない中でちゃんとチームとしてやるべきことが決まってると、はい、その判断をもう考えないでプレーすることができるので、はい、
それはすごい重要かな。よかったです。僕も普段チャンネルで言ってることを、はい、なんかこうあの林さんにこう後押ししてもらったみたいな、はい、なんかこう自由って言われるけど、自由って言われるせいで方程式ないから逆にやりにくいってことあるじゃん、はい、それは間違いなくあります。ですよね、はい、サッカーってやっぱり自由だけじゃなくて、ある程度規律の中に自由が生まれることによって多分もっとこうレベルアップしていくことも、はい、ものなので、そういうのがあった方が選手たちのこのディスカッションも増えますよね。そうですね、そうですね、まずチームとしてやるべきことはこれだろうみたいなことがあって、うん、そこから自由、自分たちがやりたいことをやっていくみたいな。でも何もないところだと、はい、トークテーマないみたいになりますよね。れそれは間違いなくあります。自由だからあいつの判断も別にいいっちゃうんだみたいなそれはありますですよね、はい、いや嬉しい、そういう話聞けて、はい、で僕ですね、今日はこの本の中で、はい、恐れ多いんですけど、はい、林選手にここがこの本良かったみたいな、はい、はい、この本の中でベスト3みたいなのを、はい、著者に言うっていう、はい、企画をやらせていただこうというふうに思いますんで、はい、聞いてください、はいはい、ベスト3は、はい、あの僕でも知らなかった豆知識掘り下げてるっていう部分ですねそれが僕このラキティッチのパートなんですよ。あ、はい、ちょっとこれから買われる方もいるん で、 そうです、ね、ちょっとした紹介になるんですけども、はい、このラキティッチが奥さんにどうアタックしたかっていうのが、はいはい、結構ラキティッチのプレーよりも詳しく書いてあるっていうのが、はい、面白かったなと思いました、はい、これはこういうのも調べるんですか普段。そうですね、まあ自分の中にもそういう情報が入っていたので、はい、そこからまあ少し調べてとかなので、まあでも最初に情報が入ってこないと調べたりもできないので、ですよね、もともとはそういう情報があれですか。じゃあラリーガとかバルサとか、はい、今セビージャとか見ながら、はい、ラキティッチってどんな選手かなと思ってちょっと検索してみたりとかですか。見たりとか、まあ普通に自分に情報入ってくるものでなんかいろいろツイッターとかもそうですし、はいはいはい、そういうところからの情報からこう調べたりとか、これラキティッチがやってること、ラキティッチなかったら気持ち悪いときそうラキティッチだからうまくいったみたいな。ラキティッチだからね、あんだけイケメンで素敵ですけど、そうですね、あともう一つがあのポグバ、はい、あのポグバの、まあ、わがままさっていうのは、こういう選手いたらどう扱おうかなっていうふうにすごい困ったエピソードが、モリーニョが困ったエピソード書かれてるじゃないですか、はい、こういうのって目の当たりにしたことあります？林さんのチームで外国人選手来て監督困ってんだみたいな、はい、でもやっぱり J リーグではそこまでやっぱり破天荒な感じはさすがにないですね。ないですか、はい、でもその中でこうちょっと今監督も言いたいけど言えないだろうなみたいなのはやっぱりあるんですね。それはまあたまにあります。あ、はい、いやなんかそういうのも僕やっぱり今後指導者とかそういうのを、あ、はい、あのやこうどんどんレベル上げてやっていきたい中で、はい、そういう経験がないんで、はい、めちゃくちゃわがままだけど、はい、すごく結果を出す人にどうすればいいかみたいなそれは結構難しいですよね、やっぱり。それはでもやっぱ J リーグっていうか、まあ、外人選手とかで、まあ、結果出すけどすぐ家帰っちゃうとか、はい、そういう選手はあの扱いにくい部分はありますけどね、はい、やっぱり難しいですね。これポグバどうし、ポグバをモーリーニョどうしたらよかったと思います、はい、林さんの目線だと。いやポグバは難しいんじゃないですか。モーリーニョでさえちょっと扱えなかったらもう誰が扱うんだっていう、まあもうなんかうまく気持ちよくさせるのが多分ポグバにとって一番いいのかなと思います。なんでこの本読むとやっぱりあの、はい、フランス代表とかではポグバリーダーシップってすごいじゃないですか、はいはい、なんでこのクラブチームでポグバを扱う難しさっていうのが分かるんで、ぜひともそれちょっと読んでみてください、はいはい、選手の特徴をあのプロ選手目線で伝えてくれてるんで、はい、より一層選手を尊敬できるようになります。これ、はい、ちょっと1個だけ紹介していい？あ、全然全然紹介してください。ラッシュフォード、僕、はい、ラッシュフォードオフザボールのなんかこう、はい、なんですかね、緩慢さというか、はい、なんかもっと動けるだろうみたいなところとか、うんうん、守備でサイド、はいはい、ラッシュフォードだけ戻ってきてなくてサイドバック孤立とかあるじゃないですか、はい、だからうーんっていうふうに思うときは多かったですよ、はい、あの試合によっては活躍しますけど、はい、って中で林選手があのシュートであの振りが速くて膝下のスイングが信じられないくらいにコンパクトかつクイックなので、はい、相手のブロックが来る前に強烈なシュートを打てますみたいな、はい、これですごく腑に落ちたんですよね、はい、なんでこういうのって結構あれですか、ラッシュフォード以外でも、はい、おっていうこの他の人が言わないところで結構気づく思うんですか。そうですね、なんかやっぱ試合見ながらその選手やってたからこそ、はい、こう分かる動きであったりとか、うん、その逆に難しさであったりとかも分かるので、はい、特にラッシュフォードとかはもうやっぱ足の振りがもう明らかコンパクトですし、うん、まあ、こうちょっとずらして打つタイミングにはもう相手の足が届かない、やっぱそこで振りが、はい、とこう振り上げが遅くなるとやっぱりもうブロック、うん、されるんですけど、やっぱラッシュフォードあんまりブロックされないなっていうのは。これ天性のものなんですか。まあ、ある程度やっぱ天性のものですね、うん、そっからの練習ってことですか。もちろん練習もありますけど、ある程度そのスイングスピードであったりとか、はい、感覚っていうのはやっぱり
簡単に身につくものではないので、うん、はい、いや、これこういうのがすごいですよね。あのもう一つ言うと、はい、あのテオエルなんです。これはあの、はい、僕も思ってますけど、はい、これを言ってくれる解説者の人とか会ったことないんでこれ一個紹介していいですか、はい、テオエルなんですはハマった状態でも独力で局面打開が可能っていう、はい、サイドバックがプレスでハマる状況って、はい、当然相手も同サイドに圧縮してなるじゃないですか、はい、あそこで一人馬力で剥がすみたいなシーンあるじゃないですか、はい、テオエルナンデス。ここって結構テオエルナンデス語る人って、はい、アップダウンのスピードすごいとか、うん、フィジカルすごいってざっくり語りがちなんですけど、はい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 、ハマった状態で個人で剥がせるっていうのを言ってるのがなんか信用できるなっていうふうに思って、なんかこう、はい、すいません、なんか上から聞こえたら申し訳ないですけど、そのぐらいなんかこう、はい、なんですか、ただの選手紹介本じゃないぞっていうところで1個挙げさせていただきます、はい、長友佑都選手のインサイダー情報が仕入れられるっていうこれ笑いましたね。本当ですか。なんかこのまあたくさんいろいろ書いてある中で僕はまあ一番すごいなと思ったのが、長友選手日本帰ってきた時に、はい、林さんの実家行かれるんですか。よく来ますそんなに仲いいんですね、はい、本当にすごく仲良くて。へー、じゃあ、はい、あれですか、日本に帰ってきた時は一緒に食事とか行かれて結構情報交換というか。そうですね、よく家にいるので、うん、僕が家にいなくても家に行ってるので僕が逆に長友が来るから家に戻って、はい、みんなで喋ったりとかご飯食べたりとか、ね、じゃあもう家族が増えた感じなんですね。いや本当もうあいつはもう家族と思ってますよ、うちのこと。でこれ長友佑都選手の、はい、こんな話ありますみたいな聞きたいですけど、この本に書かれているように裏表がないっていう、はい、話なんで、はい、その後もうあの長友選手のこの感じ、はいはい、僕はなんかこうなんですかね、こう結構したたかに秀吉的な面もあるのかなと思ったんですけど、そんなことはないですか。いやもう本当にあのままですし、うん、もう本当に謙虚な、あ、謙虚さは本当プレーに出てますよね。そうですね、はい、僕あのインテルで長友選手よく、はい、まあ、日本人あるあるですけど、はい、新しい監督来て一旦戦力外されるみたいなのがあるじゃないですか、はいはいはい、ありますあります。あの時に長友選手がもう黙々ともう坂道走ったりとかトレーニングするじゃないですか、はい、あれを控えの選手がしてると、はい、チーム全体が、はい、このままじゃいけねえみたいな、なんかいい効果めちゃくちゃ現れるんだろうなと思って、はいはい、なんかああいう選手って本当にあのチームにいてほしい選手の代表だなと僕は思うんですよね。間違いなくそれはもう J リーグでもそうですし、やっぱり試合に出る選手だけじゃなくて試合に出てない選手がどういう態度でいるかっていうのはすごいチームにとってすごく大事な部分であるので、うん、そういう意味ではそういう意味でも長友はすごくチームに溶け込めるというか、はい、チームにいい影響を与える選手だと、うん、林選手がずっと見てきた中で、はい、あの長友選手はこのまあ、成長というか、はい、こういう風に変わってったなみたいなのってあります？いやでも本当に大学時代はもう本当に身体能力はもともとすごくて、はい、でも本当に頭悪かったんです本当に頭悪くて、うん、まあ、別にもうただ走ってりゃいいみたいな感じだったんですけど、うん、本当になんかこういろいろなんかあいつが学び出して、はい、自分でなんかこう考えるようになってきて、はい、どんどんステップが上がるにつれてなんかもうどんどん頭の良さも上がっていったし、うん、まあ、それはもちろん技術も上がっていきましたし、うん、もう本当シンデレラストーリーのように上に上がってきましたね、はいはい、これはあの例えば長友選手と全然交流がなかったとしたら、はい、あのテオエルナンデスでいう、はい、ハマった状態で抜け出せるとか、はい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 、そういうところで言うと長友選手はどういうふうに評しますか、はい、そうですね、やっぱりそのサイドバックにはオフ・ザ・ボールで上がっていくタイプと、はい、ボールを持ってからこう、うん、後ろが繋いでっていうタイプもあると思うんですけど、はいはい、長友はどちらかというと本当にアップダウンタイプで、うん、まあ、でも本当に90分走り切れるので、うん、それは本当強みなので、うん、そのアップダウンの強みを生かしたオサイドバックかなと思います、うん、はいはいはい、あの僕すごいシンプルな疑問なんですけど、はい、長友選手って右利きなのにずっと左サイドバックじゃないですか、はい、あれって何か理由あるんですか。いや、あれはもう本当に左上手いんですよ、あ、上手くなった。だから大学入った時はどちらかというと右だったんですけど、うん、本当に左を練習して、はい、本当に左はもう右より上手いぐらいのクロスを蹴れるように、はい、ああそういうことなんですね、はい、僕なんか最初の監督がなんか戦術的理由あったとか、はいはい、なんか長友選手のなんかの特徴とかで、はい、なんかもう長友左当たり前になってるんですけど、はい、そもそも右利き右サイドバックじゃないですか。そうです、そもそも最初大学でサイドバックこう2年生で始めた時も右サイドバックでずっとやってたんで、はい、まあ、左は本当にその大学の最初ではなかったので、はいはい、まあ、途中から本当にどっちもやれるようになった形です。あ、そうなんですね、はい、今後じゃあ長友選手見るときに、ね、はい、そういった林選手の情報なんかもこれを読んで参考にしていただければと思います、はい、というわけで後半は林選手と、もっと海外サッカーのことを深く語り合っていきたいと思います。
お願いします。オシム監督と他の監督の最後、はい、いい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 い君とサッカーの最適解が見つかるレオタルトボール学園新入生募集中。はい、というわけで動画の後半からは、シーズン後半注目の3人をこの、林選手が書かれたですね、J リーガーが海外サッカーのヤバい話を教えます、こちらの本から、ピックアップして、はい、ランキング形式で3位、2位、1位と話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあ僕から行きましょう。はい。自分から言って自分から行くのは、なんかね、恥ずかしいですけれども。じゃあ行きます。第3位は、この人にしました、カルロ・アンチェロッティというわけで、はい、アンチェロッティ、今エバートンの監督ですけど、はい、僕、この人を3位にしたのは、はい、エバートン結構ご覧になりますか？ああ、行きます。僕、こんなに言うと、エバートンのファンの人にもしかしたら怒られるかもしれないですけど、はい、センターバックというか、はい、あの感じでよく上位にキープさせてるなっていう、まあ、イタリアでずっとやってた監督じゃない、はい、基本的に、まあ、外も行き、はい、他も行きますけど、ってなるとイングランドってちょっと雑じゃないですか、守備が、ね、はい、なんか相手 の, クロスで入ってくるところに対するボールウォッチャーになっちゃったりとか、なんでそうなると、まあ、今ホルゲートだったりとか、はい、まあ、ミナだったりとか、はい、マイケル・キンとか、うん、結構そういう癖あったり、はいはい、ポテンシャルでなんとかカバーするなみたいな子たちなんで、はい、それをアンチェロッティが来てなんとか組織でってやってる中でそれでもボールウォッチャーになって失点とかあるんですよ、はい、なんでこれがアンチェロッティがこっからもっとそういう守備を教えてって改善してって踏みとどまるのか、あ、やっぱり結局ちょっと厳しいねってなるのかみたいな、はい、そこがやっぱりエバートンが今後リバプールにこう肉薄していく上で重要だと思ったんで選ばせていただきました、はい、アンチェロッティはまあなんかもう昔からその選手を素材で料理で例えるとしたらもうどんな素材が来てもいい料理作っちゃうよみたいな監督なので、だからその別にセリエ A でもプレミアでもなんかこううまくエバートンの選手たちをうまく調理してなんかうまくやってるなっていうのはすごく感じます。あれですかね、ミランとかレアルマドリって会長とかからこう圧力するんですか、4-3-1-2使いとかベイル使いみたいな、今エバートンだとそういうのなんかなさそうっていうか、エバートンは多分ないと思いますね。ですね、だからすごい楽しそうにやってますし、うん、その中で今回結構補強、いろんな補強していい補強できて、はい、まあ、ハメスも取れたので、 そのハメスを今うまく使えてるなと思います、うん、ハメスいて、あとドゥクレが大きいじゃないですか。あ、大きいですね、ハメス、ドゥクレ、アランとか、はい、ああいう風にこう前の攻撃でアクセントつける人を中盤でしっかり激しく守ってくれる人っていると、はい、あとはディフェンスのところに1個軸欲しいと思うんですよね。そうですね、センターバックはね1枚欲しいですよね、うん、なんでそういうところで、まあ、誰かが成長するのかゴドフレーとかがそっち行くのかは分かんないですけど、はいはいはい、なんでその次のシーズンもアンチェロッティできたらそこに絶対1個加えると思うんですよ。多分ワールドクラスは加えるでしょうね。ですよね、そこで1個バシッっていう風に線が揃って、はい、アンチェロッティ・エバートンが本当の強さっていう感じになるので、はい、そうですね、はい、なんでカルバートリンとかも良くなってますし、はい、なんでこのエバートンの、この、はい、まあ、正直エバートンクラスで言ったらアンチェロッティに来てもらってる感じに多分なってると思うんですよ。いや相当すごいですよね。ですよね、今までの監督の感じで言うと、はいはい、ってなるとそこでアンチェロッティが本領発揮みたいになるかなと思って、間違いなくありますね、はい、3位に入れさせていただきました、はい、というわけでじゃあ林さんから。そうですね、僕の3位は、はい、同じプレミアリーグの監督で、はい、モーリーニョ監督です。おお、はい、スパーズ。スパーズではなぜですか。そうですね、まあ、去年からモーリーニョが途中が就任して、はい、まあ、やっぱり難しい、ポチェッティーノがこうまくやってきたけど、うん、そのチャンピオンズリーグで決勝で敗れて、その後こうリーグ戦でうまくいかなくて解任になって、うん、またこうモーリーニョがそこから途中からっていうのはやっぱり難しいと思うんですけど、ね、そこでもうある程度こううまくやって、うん、でまた今年はもう最初からチーム作ってますし、うん、今も上位にいるので、うん、その後半戦こう今までこうリバプールとかシティがもうバーンっていっちゃってましたけど、はい、そこにこう食らいついていってほしいなっていう意味で、うん、こうモーリーニョを選んでました。結構あれですか、僕よく聞くのはモーリーニョって3年目が厳しいって言うんですか、はいはいはい、結果を重要しすぎるっていうか、はい、しすぎてか結果を重要視する上でのアプローチが、はい、まあ守備の方、うん、相手がまあ相手の嫌がることをするってことじゃないですか、はい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 、で選手たちのモチベーションが、うん、まあ勝てないと下がっていくし、はいはいはい、勝ってたとしてもずっとこれかってなっていくみたいな、うん、それって結構林さんそのまあ理論とか聞いて納得できる部分あります、はい、あ、そのモーリーニョですか。モーリーニョのそのアプローチが選手に3年やらせるにはきついっていうのは、はい、
実際の選手の意見としては、いやそんなことないよってなるのか、確かにそういう部分あるなってなるのか、どうですかね。でもちゃんとやりたいことが決まってればそこまで、あの悪い気分にはならないですし、はあ、まあ、モーリーニョみたいなやっぱり素晴らしい監督の下でプレーできるならやっぱりこう海外の選手たちでもやっぱモーリーニョかっていう風になると思うので、うん、まあ、そこまで影響はないと思いますけどね、そこに関しては、はい、その戦術、はい、3年目って何なんですかね、ああいう風に徐々にこう選手たちが確かにちょっとマンネリ化してしまうのはあると思いますし、モーリーニョがもともとこう選手と接するときにこうあるやつは嫌いっていうのもありますし、うんうん、なんかこいつは空いてるけどみたいなのもあるんで、多分そこのとこが難しさがあるじゃないですか、うん、選手の中で。なんかレアルマドリード時代はなんかセルヒオ・ラモスとの確執とか、カシージャスとのとか、はいはい、なんかあとユナイテッドではポグバとか、はいはい、もしかしたらスターとぶつかった後のマネジメントみたいなのもあるんですかね。それはありますよね、多分うまくできてるところも当然あるからこれだけ残ってるんでしょうけど、はい、間違いなくやっぱ結果が出てますし、まあ、今回もなんかこうカラバオカップでも決勝にも行きましたし、うん、やっぱりこうトーナメントにすごい強い監督ですし、はい、やっぱり何かがなければあそこまで結果が出ないと思うので、うん、やっぱりすごい監督だと思います。そうですね、まあ、リバプール戦も勝っててもおかしくなかったですし、そうですね、あのシティ戦とかのやり方もやっぱり、はい、あのボール持って攻めたいとか、うん、そういうチームにとってあにきっちり守ったところからの、はい、こう隙なく守ってカウンターで前線のソン・フンミンとかケインとかに生かされると、はいはい、対応が、まあ、攻めれば攻めるほどできなくなりますもんね。そうですね、でもそのもうケインとソン・フンミン2人でもカウンターを完結できちゃうので、うん、そこは強みでもありますし、はい、まあ、さらにホイビアってボランチを取ったのはすごい大きかったかなと思います。ホイビアはどこがいいですか。やっぱりもう潰せますし、その取った後に見てる位置も素晴らしいですし、はい、やっぱり前線にボールをつなげるっていうのはすごく大きいですね、はい、あ、はい、僕あのこれ僕の中の動画でよく言ってる理論なんですけど、はい、ちょっと林選手ぶつけていいですか、はい、あのスキップロード理論っていう話をしてて、はいはい、あのセンターバックがボール持った時に、はい、ダブルボランチだと、はい、センターバックの前に立っちゃうパターンあるじゃないですか。 あのチームってまあボール持ちチームだとうまくいかないですよ、はいはい、絶対に縦関係になるか、はい、どっちかがサイドバックの裏に降りてきて、はい、コース開けることによって、はい、あの1列目だったり2列目の選手くさび入れられて、はい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 、そっから相手があの陣形をこう固めないうちに、はい、スピーディーにポゼッションしてゴールまで迫るみたいな、はい、でそれがすごい必要っていうので、はい、ホイビアはそこ絶対に開けるんですよ、はい、絶対に降りるか、はい、開けてセンターバックのコースやるみたいな、うん、でそこをまあ塞いでるチームっていうのがあのボール持ってるのでうまくいかないチームで、はい、Jリーグにも多いですよ、はいはいはい、ここってあんま気にされないポイントなんですか。そこはまあもう監督によりますよね、はい、そこは監督がこう相手が2枚で来てんなら後ろ3枚でボランチ降りて3枚にしろとか、うん、そういうのをしっかりしてるチームならありますけど、多分特に多分ビルドアップに対して言ってるチームってそこまで多くはないと思うので、気にしない監督は気づいてないですか、あれって。それをちょっと俺に言われたまあそこは結構選手で判断してっていうのもありますよね。あ、そうなんですね、はい、なんで結構、まあ、僕のチームとかに体験で来てくれる人、はいはい、でうまいボランチとかも降りてくんで、はいはい、言いにくいんですけどごめんそれはやめてくれっていう話になっちゃって、はいはいはい、でもそのぐらいなんかこう言われないんですけど、はい、僕の中ではそれやっぱりできてるチームは強くて、はい、できてるチームにはいいボランチいる、はい、でそれが今のスパーズだとホイビアなんです、ね、絶対ずれるんですよちゃんと、はいはい、ちゃんと分かってるなと思って、はい、なんでちょっと興奮してしまいました、はいはい、でその林選手が今3位です、はい、あのモーリーに上げたんですか、はい、僕2位に上げてる選手が、はい、ちょうどこのまま同じ流れでできる選手で、おベイルなんですよ。おベイルを上げさせていただきまして、こちらですね、かわいいやつ、はい、これなんでベイルにしたかっていうと、はい、今ケイン・ソン・フンミンの話出てるんですか、はいはいはい、ケイン・ソン・フンミンが対策されたり、はい、この過密日程の中で怪我の可能性十分あるじゃないですか、うん、ってなった時にこのベイルが爆発できるかどうかって、はい、このモーリーニョサッカー、うん、あの個人 あの運びだったりですか、はい、フィニッシュワークっていうところが大事な以上めちゃくちゃ重要な選手だと思うんですよ、はい、で今のベイルって、まあ、この間ちょっと出ましたけれども、はい、やっぱり全盛期とは全盛期って言い方がいいのか分かんないですよね、うん、なんかこうベストコンディションとはほど遠いんで、うん、ね、はい、なんで僕はそのなんかスパーズ特集みたいなところになっちゃうなんかモーリーニョのサッカーやる上で、はい、ケイン・ソン・フンミンが欠けた時には、はい、ベイルっていうかそこで活躍しなかったらなんで来たっていう話かなと思って入れました。間違いなくありますね、今ベイル正直ねあんまコンディション上がってないですし、はい、まあ、あまりモーリーニョからの信頼も得てないなっていうのは正直感じるんで、使い方見たらそうですよね。そうですよね、だからベイルがこう本当にベストなコンディションだったら間違いなくスーパースターなので、うん、
そこの復活はやっぱりすごく大事になってますね。なんかベイルって多分他のスポーツやってても一流になってるような、ああもう身体能力はもうすごいですよね。昨日あのいろんなチームのロングスローの動画見てて、はいはい、ベイルあんなにすごいのロングスローまですごいじゃないですか。あ、投げれるんですかベイルは。ベイルあのロングスローよかったらあの、はい、なんか検索してみて、はい、あの笑いますよ。あのだそれこそあのカウンターの時に止められると、はいはい、あのスローインですぐリスタートして、はいはい、相手戻ってきた、はいはい、チャンスの時に、はいはい、あれベイルがすぐ拾ってゴール前にアーリークロスみたいなボールでベンゼマーが、はい、こんなすごいの来るんかみたいになってるみたいな、はいはい、シーンがあって、なんであんま出してないですよねロングスローベイル。あの普通サイドバックがスローインするじゃないですか。あ、まあまあそうです。なんであれなんですけど、まあ、ベイルに関してはあのデラップとか、あ、はい、もちろんもちろん、はい、デラップとかってもう本当にちゃんと助走を取って、はい、こうきちんと基本と全部をやった上でのロングストーリーです、はい、うん、ベイルなんか雑に投げんすよ、はいはい、でも飛んじゃう、でも飛んじゃうんで、あ、この人本当アスリートとしての才能が半端ないんだなと思って。そうですね。なんでこうロマンっていうか、はい、もっとできるだろうベイルっていう感じで、はい、そうですね。それがモーリーによってあのオールアナッシングとか見てると、はい、選手をちゃんと信頼して、はい、だけど厳しいことも言って発奮させるんで、うん、ちょっとベイルの後半戦、あ、ベイルはまだまだあの全盛期なんだっていうふうに思わせてくれないかなと思って。そうですね。であとベイルもあのレアルも多分ベイルが活躍してくれないと買い取ってくれないと思うので、そこはちょっとレアルも心配してる。そうですよね、はい、はい、なんでベイル上げさせていただきました、はい、というわけでじゃあ林さんから2位の方お願いします。2位は、リオネル・メッシで、お、あえての、はい、はい、あえてのやっぱりメッシ今すごい注目されてますし、もともとこう、はい、すごい選手なんですけど、はい、今もちょうどこの時期が契約ね、はい、まあ、もうフリーになるので、はい、まあ果たしてバルサに残るのか、うん、それともシティに行くのかとか、はい、どう思います？いやーこればっかりは僕はあのバルサの新しい会長次第だったんですけど、はいはい、ただ会長今あのメッシが外行かなかった理由っていうのが、うん、あの裁判したら勝てるの分かってたみたいな、はいはいはい、だけどこうバルサとそんな別れ方したくないみたいな感じで、うん、で今期も、まあ、タイトル厳しいじゃないですか、はい、あのまあ、チャンピオンズリーグはもしかしたら分からないですけど、ね、はい、ってなった時に最後の終わり方これか俺っていう風に、はい、そんだけバルサ愛も語ってたらなると思うんですよ、はいはい、ってなるとそこで、まあ、チャビが来るか、うん、もしくはあの他の、まあ、この人ならタイトル取れるみたいな、うん、なんならメッシに監督選ばせるぐらいするんじゃないかなと思って、はい、ってなった時にちゃんとバルベルデとか、はい、その前 の, あの、まあ、当然ペップとか、はいはい、エンリケとかああいう結果出した監督みたいにメッシをちゃんと理にかなった戦術の中で使える監督が来たら、うん、やるんじゃないのかなって思うんですけどね、はい、そう、 まあ、そうですね、うん、まあ、バルサへの愛がやっぱりすごいのでそこを簡単に離れるとは思わないですけど、うん、まあ、やっぱなんか今の状況ならシティとかパリ・サンジェルマンとか、はい、まあ、そこのお金あるクラブは可能性はちょっとあるんじゃないかなっていう。そうですね、シティでやる、メッシめちゃくちゃ見たいんですけど見たいんですけど多分、それで言ったらメッシ自体も、まあ、行こうと思えば行けたっていう話なんで、はい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 、なるとやっぱバルサで、で最後していくのかちょっとアメリカとかでプレーするのかっていう感じなのかなっていうふうに思いますね。そうですね、はい、メッシのあれどうですか、あの林さんから見て、はい、なんかここあのよく言われてるところ以外でここすごいなって林さんが思うみたいな、ドリブルすごいとかだけじゃなく、まあ、それはちょっと本の中にも書いてあるんですけど、 あのメッシって結構歩いてるじゃないですか。あ、はい、はい、まあだから歩いてて、まあたまに普通に多分サボってる時もあると思うんですけどでもその歩きながらでも彼はこういろんなところを見てる、うん、もういろんなとこをこうどういうふうにしようかみたいな考えながら歩いてるので、はい、ポジショニングもいいですし、はい、それはまあ本の中に書いてあるので。このイラスト見せていいですか。あ、もちろんもちろん。このイラストむちゃくちゃ秀逸だなと思って、これですね、はい、こういうことですよね。そういうことです、はい、いや確かにこういう選手が監督になった場合って、はい、それそのまま活かせるんですかね。そうですね、まあだからその知識はあったとしてもそれを落とし込むっていうのは一番難しいことだと思うので、まあ、言い方だったり練習メニューだったりとかですもんね、はい、いや確かに僕はあのメッシの守備結構好きなんですよ、はい、あ、そうですね、うまいですよね。あの、はい、裏に蹴ります、相手が弾き返します、はい、こぼれ球でほぼ勝つ、はい、というところでこの守備の時の瞬間的な馬力みたいなところが好きなんで、はい、なんか結構あれやることによって、はい、あのトライ数が増えるじゃないですか、ね、あ、そうですね、ドリブル失敗して終わりじゃなくて、はい、相手に取られたところからまた奪い返したらそこが起点になるみたいな、はい、
なんかあの僕芸人やってたんですけど、はい、あの10年ぐらい、はい、あの本当に面白い芸人って、はい、滑らない芸人じゃなくて滑った後受ける芸人なんですよ。 あれってなんか飯と似てるなと思って。深いですね、はい、なんか滑るの怖いとボケれなくなるんですけど、はいはい、滑ってもその後の一言で俺受けるわって思ってどんどん前に出れてその人の空間になるみたいな。だ飯の場合当然ドリブルうまいですけど、はい、ドリブル失敗した後取り返し力が強いっていう。そうですね、確かにそれはあります。まあ、なんかそういうところで僕は、はい、なんかこうメッシはこうまだまだ語り尽くせない素晴らしい選手だって思いました、ね、はい、というわけで最後僕が発表する1位はディエゴ・シメオネですね、はい、アトリシコって最近見られました？見ます見ます。あのヘタフェ戦見ましたか？最近ちょっと戦術変えてますよね。戦術というかシステムも、はい、いやすごいっすね。マニアな。いや僕たまたまヘタフェ戦見たんですけど、はいはい、あのシメオネって、はい、まあ、当然皆さん 4-4-2 じゃないですか、はい、ただ最近 3-5-2 になった、はい、ただ 3-5-2 でもあのなんかさあの守備の時にはハイバックになっていて、はいはい、攻撃の時に、うん、あ左右ウィングバック高い人っても中人いないなとか、はいはいはい、こう配置がずれてるから結果ロングボールみたいになってる時あったんです、うん、その配置がめちゃくちゃ整理されてて、うん、なんかよく言われるハイブレーンみたいなやつ、はい、それをきちんと取りながら裏に抜けるスアレスいるみたいな形作ってたんで、はいはい、あれをちゃんとこうあのたまたまじゃなくて時々、はい、おいい戦術やったと思ったらそこから一回も見れないってことで、はい、たまたまパターンじゃないですか、はいはい、あれがたまたまじゃなくて本当に攻撃的に行かなきゃいけない、はい、ヘタフェみたいにアトレチコにボール持たせてくるのが分かりきったチーム相手にやった、ね、はいはい、あのシメオネの中の一番このギア入れた攻撃戦術だとしたら、はい、今後もあの取りこぼす確率が、うん、あの戦術をそういう風に奥の手で持っていったら少なくなると思うんですよ、はい、間違いなくありますね、はい、ってなるとあのチャンピオンズリーグとかでも、はい、あのまあ、去年ライプツィにやられたみたいなところと か、うん、なんかそういうところがなくなってって、はい、本当にシメオネが悲願のチャンピオンズリーグ優勝するっていう可能性もあると思うんで、なんかあの、ね、情熱型監督のポゼッションみたい な、はいはい、なんかそういうところで僕はシメオネしました。そうですよね、まあ、4-4-2 も使えてさらに今回やってる今 3-5-2 を使えるようになるとやっぱ幅も広がりますし、相手によってこうシステムの使い分けができるので、そういう意味ではこうシメオネもこうチャンピオンズリーグを考えてやってきたのかなっていうのもありますし、まあその合う選手っていうのはマルコス・ジョレンテとか走れるので、まあそれはすごく、あとエルモソも入りましたし、エルモソをその3枚で左でうまく使えるので、まあ、最初は4枚だとエルモソセンターバック結構いっぱいヒメネスとかいろんな選手いたので使えなかったんですけど、3枚になってこううまくエルモソを使うためのシステムなのかなと思います、はい、そうですね、エルモソをあのセンターバックに使うと、はい、ちょっとフィリペだったりとかに比べて、はい、そうですね、ちょっと戦う部分ではやっぱり難しい、てかアトレティコのサッカーにはそこまで合ってないと思うので、そうですね、はい、なんでエスパニョールの頃の左足でのビルドアップみたいなのがちょっと少なくなったっていうか、あといいとこ見せようとしすぎてミスとかがあったんで、はい、それが3枚になって良くなったって、これが今後この形が続けば嬉しいなと思って、はい、なんで今回挙げさせていただきました、はい、では、1位の方、はい、お願いします。1位は僕の愛するズラタン・イブラヒモビッチです。あ、来ましたか。これはどういったところで、それは、まあ、これの表紙もそうですし、はい、こう好きなので一番最初にズラタン・イブラヒモビッチを書かせてもらったんですけど、うん、まあ今ちょっと怪我してますし、まあそのでも怪我した中でもミラン今先ほど言いましたけどどんどん調子上げてますし、まあその中でズラタンがこう戻ってきた時に、まあやっぱりいつもチャンピオンになってる男なので、ずっとユーベが勝ってる中でミランをこうスクデットに持っていけるかっていうのはすごく期待して、確かにあのユーベの牙城を崩したのが、はい、あのイブラが先頭に立ってるミランっていうのは、はい、一番ドラマありますよね。かっこいいですよね、うん、なんかイブラ率いるって今言いそうになってたイブラ率いてはいないですけど、いやもう率いてますよあれは。そうですよね、ピッチ内では、うん、確かに、まあ、イブラが入んなかったらピオリ危なかった可能性十分ありますもんねあります。僕イブラは監督としての能力高いんじゃないかと僕思う。いや高いですよ、なんかあの言葉に、はい、あの力とロマンありますよね。あります、センスありますよね。センスありますよね、はい、あれどのぐらいあのネタ食ってるんですかね。いやどうなんですかね。でもなんかこうツイッターとかインスタとかのこうなんかつぶやきとかもかっこいいし、なんか短いけどなんかすごい伝わるような言葉使ったりとか、すごいセンスありますね。これはあの僕イブラのがっつり解説みたいな前作った時に、あれ奥さんの存在でかいなって僕思ったんですよ、いろいろ調べると。多分奥さんにはこう頭上がらない感じで。絶対そうですよね。そうですなんかイブラのなんかそういう可愛さ垣間見えますよね。そうですね。なんかその辺もなんかこう愛されるダーティーヒーローっていう感じしますよね。はいはい、間違いないです。でイブラはじゃあ後半戦これ戻ってきて、はい、
なんかイブラゴっていうのも考えなきゃいけない感じになるかなと思うんですけど、やっぱり、はい、イブラの場合さっきのベールと一緒でアスリート能力高いんで、はい、こっちが年齢いってるって思ってても、はい、あのちゃんと使ってたらやり続けるみたいな感じですかね。なんかやっぱりちょっと年齢いって変わったのは、まあ、スピードとかも少し落ちましたけど、はい、まあ、あと怪我が少し多くなったっていうことで、うん、でもそれ以外はやっぱり経験値もすごいですし、うん、チームにやっぱりああいう選手が一人いると思う、もうなんかこうピッチ内での監督で あ、うん、も含めてやってるので選手兼監督みたいな本当に、はい、なんでそのイブラがいる影響でチームこう高まりますし、うん、たまにこう入れる若手への劇とかが明らか締まりますもん、はいはい、ああいう選手がいてやっぱりプレーでも示してくれるので、うん、間違いなくイブラの加入は大きいと思います。なんかあのそのメンタリティみたいな話されますけど、はい、あのまあ、メッシもそうですしイブラもそうですし、あのシンプルに相手の時間帯みたいな時にうまいプレーで流れ引き戻してくれる時あるじゃないですか。あれってあのあ俺ら大丈夫だっていうふうに思う、なんかそういうなんか技術がメンタル支えるみたいな瞬間ないですか。 あります間違いなくありますよね。なんかああいうイブラの普通にうまい、なんかこのあそこでちゃんとキープして落としてくれて陣形回復してくれたみたいな、はい、ああいうところがこうイブラのなんかこう生き残ってるというかスターである理由なんだろうと思います、ね、間違いないですね、はい、まあ、そんな感じで、はいはい、選手と、それぞれの、後半戦注目選手というのを挙げさせていただきました、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、はい、選手が、このね、気持ちと情報をね、たくさん詰め込んで書いたこちらの本、はい、林良平の、J リーガーが海外サッカーのヤバい話を教えます。ぜひとも皆さん、下の概要欄のリンクから飛んでみてですね、Amazon の方で、お買い求めください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、林さんとの対談動画楽しんでいただけましたでしょうか。1月15日にですね、発売されるこちらの林さんの著書、J リーガーが海外サッカーのヤバい話を教えます。こちらの方をですね、この、レオザフットボール TV を見ていただいている視聴者の方に、抽選で3名の方にプレゼントさせていただけることになりました。もちろん、林さんの、サイン入りです。応募方法は簡単です。こちらの動画がですね、アップされた後に、僕がね、ツイッターの方で、こちらの動画アップされましたよっていうツイートをします。それをですね、まあ、感想をつけた引用リツイートですね、この動画の中でここ面白かったとかですね、林さんの本は、買ってみたいとか、まあ、なんでもいいです。そういった、感想ツイートをですね、林さんの、ツイッターをフォローした上で、一言つぶやいていただきますと、その中からですね、抽選で3名の方に、こちらの、J リーガーが海外サッカーのヤバい話を教えます、送らせていただきますので、ぜひともふるって、こちらのプレゼント企画、ご参加ください。というわけで、明日からの動画もお楽しみに。レオザフットボールでした。